妻勇気の冒険少年。やべえ、日暮れてきた。こんだけいい素材あってもダメか。これが現実だ。それで行けちゃうじゃんとか思ったのにな。キスとかヒラメ用の投げ竿セットもあったので、こういう砂浜で釣りする用のセットがあったので、有効活用してやろうじゃないか。来ちゃった、今めっちゃ来てる、引いてる。なんやろうな。あ、軽くなった。嘘、軽っ。なんだよ。あれ、あー、釣れた。タイ。
タイとタイ。これもタイ。だから火がねえんだってば。困った。マジで。とりあえず、十徳ナイフで締めて持って帰ろうか。はい。ちょっと小ぶりですが、しっかりタイです。これから、あ、ちょっとか、ちっちゃい方は逃がしてあげよう。現在7時を過ぎました。まあ日起きないんですけど、俺の腹がぼちぼち限界なので。このタイは俺の胃の中に降りとくことにします。これ見つけた鍋で、これが一番綺麗だった。十徳ナイフの難しい点が分かった。あいってー、あの背を使おうとすると、も、あの、閉まっちゃう。ここに来て、なんだかんだ初めての食事になったな。前に決まってるね。ごちそうさまでした。着いたー。シンプルに機材の問題で、その真っ暗の中ライトとかずっとつけっぱっていうのが、もうバッテリー持たねえっていうのと、いざ着いたっつって、そのいざ着いたやつをその焚き火の中放り込んでとかっていう間を、もうな、撮影するとかっていうんじゃなくて、もうそいつを絶やさないことでも頭いっぱいだったね。トータルで途中までで1時間はやって、その後日がとっぷり暮れてから3時間弱は火起こし使ってたね。難しかった、もう難しかった。こう
シンプルになんか両手じゃ足りねえんだよね。なんかその下に敷いたやつと間に、下に敷いたやつは足で止めて、立ててる棒を左手で持ってると摩擦で痛いから、で立てるのにそれはそれでこうなんか押さえるやつ使ってとかで、ね、右手でこうやるみたいな。でもなんかつってねえけど吠えた。シャオラーって言ったけど映ってねえっていう。虚しく響いた。着いたー。その瞬間は撮れてなかったー。あーし。あ、やべやべやべ。切る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 。高い、なんかちょうど寒いなと思っとったところやったから。いや、いいですな、火というのは。で、火を、何だっけ、あれ今のやつ、火を灯すクリアのやつをちょっと開けますか。火起こし、それが報酬だ。では、いただきますか。でもフェリー乗り場でちょうどなくなってさ、でまあせっかくの無人島やし、自分で持っていくもんは少なくと思っとったら、めちゃめちゃ気が利く。お、これ見えるかな、これ見えるかな。1本しかねえねん。で、1本だけしかないだけかと思いきや、中にタバコの葉っぱがめちゃめちゃ入ってんすよ。これはアニマのメッセージがいまいちなんか読みきれんが、これは焚き火に葉っぱをくべてその煙を吸えってことかな。どうなる。19本分のラッキーストライクを一度に捨てみたみたいな感じ。まあいいや、もう俺は見えんな。いただきます。熱い。
とタバコいるわ。めちゃめちゃうめえ。頭っていうのかな。余韻に浮きながらね。浮けるっていう言葉がね。それもいい。じゃあ。ライトないんで夜釣りをしてないんで、釣れたら戻ってもでも釣れませんでしたね。また明日。今日は寝床を作ってないので適当なところブルーシートがいい感じに屋根兼布団みたいになりました。あったかいです。ではおやすみ。次回。この中蚊がすごい。まあ、当然やけどこうなった。これ食えねえっすね。水場はない。めっちゃ汚いっすね。もう喉カラカラ。もう